この種目はベントオーバーローという種目ですね。えー、重量は60キロです。で、僕がベントローベントオーバーローをやるときはですね。なるべく腰を曲げて、えー、上体が床と9 0度ぐらいになるようにやってます。えー、これは角度によって効く部位効く効かせることができる。筋肉の部位にも変わってくるんですが。えー 倒せば倒すほど上背部に効いて、えー、上体を上げると、えー、下背部背中下の方の背中を鍛えることができます、えー、重量はあ違う回数は大体いつも20レップぐらいなんですけど、えー、これはちょっとやりすぎですね30回ぐらいやってますなんでもうちょっと重量重くしてやるべきですね 男食べるよハがタロどこでも食べるよハがタロ大好きなのはバーナナとたまご」